生と死のぶつかり合いの前では事の是非善悪など塵に等しく無意味だ。私の願い、そうだな、剣の道は無限に続くが人の命は有限だ。私は自分が剣を極めることより睦月の体が良くなってほしいと願ってしまう。この思いをどうしても断ち切れぬことが私が未だ入信の境地にたどり着けずにいる理由だろう。光栄の至り。気にしないで、私も今着いたところだから。では参りましょうか。ん？おぼろの牽制の技を味わいたいか？西洋の酒も意外と月見酒としていけるのね。気にかけていることはないかと。うん、私には睦月という妹がいるが、幼い頃から体が弱く、今もずっとあの子の病を治す方法を探している。妹の睦月はこういった西洋の祭りがとても好きなんだ。昔シーツをかぶってお化けごっこをしてクオンを驚かせてしまったこともある。あの子の病気が治ったら毎年こんな風にパーティーをしてやりたいな。なかなかの実力だな。相手が悪かったが。結構なものを頂戴しまして心より感謝します。その人前で肌を晒すのは慣れていないというか、これはいささか大胆すぎるのではないか。煩悩は全て断ち切らなくてはならないのに、まさか睦月以外に心を打ち明けたい相手ができてしまうなんて。私はなんて未熟者なんだ。こんな私でもあなたのそばにいさせてくれるか。次。ごめんなさい、せっかくの誘いはとても嬉しいのだが、今日はどうも調子が。このところあなたと二人きりになるとなぜか胸の鼓動が速くなってしまう。おかしい、今までこんなことはなかったのに。氷水を浴びて頭を冷やしてくる。触るな。いや、その別にあなたが嫌いなわけではない。我ら一族の女性は若い男性に触れられると全身が焼けるほど熱くなる病気にかかると昔睦月に教えてもらったから。いざお手合わせを。この剣こそ我が命、おぼろと申します。ただの流浪の剣士ですが、以後お見知りおきを。どうした？まだたった30杯じゃないか。もう一杯ください。一番大きいグラスで。たまには月の光をつまみに一杯どうだ。私の負けだ。
片付けたわ。私たち極東剣士は互いの心を剣を交えることで言葉よりも熱く伝えることができる。相手にとって不足はない。食事など空腹を満たせればそれでいい。剣の道に生きし者はやがて剣に滅ぼされる。恋愛か？よくは知らないが、睦月は恋愛という感情は剣を鈍くすると言っていた。もしそんなことで命を落としたら、あの世でご先祖様に合わせる顔がない。狼月の凛、一刀両断。月、すでに陰を消せず影いたずらに我が身に従う。恥ずかしながら、今まで剣一筋に生きてきたせいで一度も故郷の夏祭りに行ったことがなくて、祭りといえばたまにクオンから話を聞く程度だった。だがこうして来てみるとやはり楽しいものだな。何より花火が綺麗だ。いつか睦月にも見せてやりたいな。